今日からの巨人阪神3連戦で起きそうなこと。逆三三四、巨人三立て、秋広覚醒、原ブチギレ、岡田オーン、大勢三者連続三振、大勢さよなら炎上、湯浅登板、泥沼のエラー合戦。試合後に岡田が知人を紹介、阪神に予祝する OB が現れる。なお解説は矢野の模様。翔さんが怒りのホームランで巨人大敗。巨人の中継ぎ桐敷が高騰する。なお阪神の中継ぎとエンゼルスを一緒にするのは違うとちゃいますかね。どっちかというと巨人の方がエンゼルス寄りな件。元名手が悲しいの。秋広がホームランキャッチ。阪神ファン三立て食らうかもと予防線を立てて、本当に三立てされたら本当にされてどうすんねんとブチギレ。巨人の2勝1敗。ただ1敗が中継ぎ崩壊で原久々に呆れ顔。巨人戦初登板の大竹が高騰するもエラーに泣く。今日だけ勝ってあと負けそうな巨人。ぶっちゃけ今の阪神と巨人ってセリーグで一番勢いあるから楽しみ。中田怒りのホームランは本当にありそうで草。この3連戦で阪神が3立てしたら本格的に独走モード突入しそうやな。久々に阪神がお笑いを提供してくれそうな予感。ここで3立てされるのが今までの阪神クオリティ。ただ今年は経験豊富な岡田やから逆に3立てする可能性もある。なんだかんだ2勝1敗とかいう微妙な感じで終わりそう。この3連戦はどうなると思いますか？ぜひコメント欄で聞かせてください。